株式会社東京個別指導学院は東京個別指導学院、関西個別指導学院の名称の個別指導塾を東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪、兵庫、京都、福岡に展開しているベネッセグループの株式会社。通称東京個別及び TKG。個別指導塾のほかに 小学生対象のベネッセサイエンス教室、未就学児、小学生対象のベネッセ文章表現教室を運営している。東京個別指導学院、関西個別指導学院は、家庭教師のような個別指導を提供する塾で、一人の、講師が数名の生徒に教える、集団塾とは異なる形態である。なお、愛知県名古屋市にも教室があるが、 株式会社 NE ホールディングスが運営する名古屋個別指導学院とは全くの無関係である。2018年10月、大学生講師の人材育成の取り組みが SDGs 持続可能な開発目標の理念に沿っているとして、経団連 SDGs 特設サイトに掲載される。2018年12月、外務省 SDGs サイトに掲載される。全教室が、 本部直営であり、フランチャイズの教室は存在しない。すべての教室に教室長を配置。教室規模に応じて、副教室長や事務員が配置されているほか、地域ごとにマネージャーが管理している。教室長は入塾希望者への窓口となるほか、生徒、保護者との進路相談や面談、講師のマネジメントなどに当たっている。実際に授業を行うのは、 大学生を基本とするアルバイト講師である。講師は制服である、白衣着用で授業を行うため、スーツなどを用意する必要がない。講師が、教室運営に直接携わり、プットカを回す仕組み、ティーチャーズサミットがあるため、就職活動に優位な経験となるとしている。なお、社員以外の従業員は、パートナーと称されている。講師は担当する。 生徒それぞれに適した指導方法を設計し、カリキュラムを作成する。個別指導だが、生徒自身が問題を解く時間が、単元習得に不可欠であるとの考え方から、授業形態は、講師、生徒イコール1、2が最適だとしている。生徒の多様なニーズに合わせるため、1、1の授業も可能となっている。2018年11月。 心と心がつながるプラットフォームをコンセプトにアルバイト講師経験者とのリレーションを構築するパートナーズアルムナイ組織を立ち上げたアルムナイとは同窓生という意味の英語であるすべての教室が直営校であるという特色がある首都圏に202教室愛知県に8教室福岡県に6教室を展開大阪府に24教室 兵庫県に17教室、京都府に4教室を展開。4気本オンライン。2018年6月5日閲覧。経団連 SDGs 特設サイト。2018年11月1日閲覧。ジャパン SDGs アクションプラットフォーム。2019年3月6日閲覧。ベネッセサイエンス教室及び、ベネッセ文章表現教室の、 事業譲り受けに関する、お知らせ。2018年6月1日閲覧。東京個別指導学院ネット教室の新名称、クドネットに関する、お知らせ。2018年6月1日閲覧。経団連新会員紹介株式会社東京個別指導学院。2018年6月1日閲覧。 サービス案内東京個別指導学院公式サイト2018年6月5日閲覧ティーチャーズサミット2018開催実践を通して学ぶ主体的に働くお仕組み化2018年6月5日閲覧東京個別指導学院事業案内2018年6月5日閲覧アルバイトを卒業してもつながるアルムない組織を立ち上げ 2018年12月5日閲覧。東京個別指導学院公式サイト。2018年6月5日閲覧。教室検索個別指導塾、学習塾、進学塾の東京個別指導学院。2020年11月2日閲覧。教室検索個別指導塾、学習塾、進学塾の東京個別指導学院。 2020年11月2日閲覧。ありがとうございます。